バイエルン・オーバーラント鉄道有限会社はトランスデブグループ所属のドイツの施設鉄道会社である。本社はホルツキルヒエン、整備工場はレングリースに所在する。BOB 路線ズ・ BOB の路線はミュンヘンとバイエルン・アルプス地域のバイリシテル、レングリース、テガーン港を結ぶ。ホルツキルヒエン以後の3つの鉄道路線は電化されていないため、 ディーゼル起動車はその路線で運行されている。2013年12月15日以来バイエルン、オーバーラント鉄道は、メリディアンという商標名で、ミュンヘン・ザルツブルク及びミュンヘン・クーフ・ュタイン、電車路線も運営している。この会社は、ドイツ国営及び、施設鉄道輸送連合、ミュンヘン都市圏、乗客連合会のプロバーン、ドイツ交通学術連盟、ミースバッハ軍企業連盟、 オーバーラント経済委員会の会員者である。BOB とマリディアンは固有の乗車券、自動販売機を運営する。ドイツ鉄道の自販機で BOB 路線の乗車券を買うのも可能である。追加的に BOB の自販機にはミュンヘン市内の交通手段でも有効な乗車券も販売されている。インテグラルは近代的な機動車で迅速な分割、併合のために開発された。 BOB は現在17本の5編成車両を保有して、各車両は機関が搭載された先頭車、2つの客車、客車の間の付随車で構成されている。車両の分割、併合のために自動連結機が装着されている。タレントは3編成車両で BOB には9本がある。この車両はラッシュ時に予備車両として使用される。車両内部には 空気調和装置、トイレ、車椅子用を踏み板、自転車駐輪場を含む多目的空間などが設置されている。フラート3はメリディアン鉄道で運行されている。ベオリア車は35本の電車を注文して、現在28本の6編成車両と7本の3編成車両が運行されている。325号と355号電車は、 バート・アイブリング列車衝突事故で運行不能となったが2018年1月新しい車両で置き換わった。ありがとうございます。